めちゃ熱いフライパンの上で歩いています。何が変わったの？鉄板とちょっとスローになっただけで歩いたやん。いやいや、フライパンバージョンやって。は？フライパン、それ今の違う、鉄板バージョンと一緒。もうやだよ、もう。なんかそのテンポ嫌じゃない？もう変えない？その歌。そうだね。ちょっとマンネリ化が。うん。お前の悪いとこ出てる。うん。やるときやるっつって。おお、やっ、やるっつって。やるときやるっつって。やるよ。はい。めっちゃ熱いフライパンの上で歩いています。何が面白いんだよ。ふざけんな、マジで。もう止めろ、お前。止めろ、お前。マジ電子レンジだとどうぞ。もういいよ。ほんとやめて。食べさせて。もうそんなことしてる場合じゃないんだって。ちょ、もうええって、マジで。もうもうやだよ、これ。ほんとにやだ、もう。回るやん、やっぱり。回転の動きも欲しいな。ああ、なるほどね。回転が。やだよ、もう。もう最近この家しんどい。ほんとに、ほんとに。ちょ、題名から、題名から。だからめちゃ熱い電子レンジの上で回っていますでしょ。それは電子レンジが回るんだよ。それはあらすじみたいなもん、ね、本の表紙となるタイトルを遊びていいと思って。ですなるほど。じゃあやるときやるやるっていう。やるよ、はい、やるよ。ちょ、やるときやるっつって。わかった、ごめん、今俺見せた、俺見せた、うん、俺見せたすやりますよ、やります。てててててんてててんてててんてててててんてててんてててん3拍子だね、これね。てててててんてててんてててんめっちゃ熱いフライパンの上でフライパン言うたいわ。フライパンじゃなくて、電子レンジって言うたじゃん。ああ、もうまたやり直しじゃん、これ。やりますよ、じゃあ。はい、電子レンジね。はい、題名ワルツ、はい。やりますよ。めっちゃ熱い電子レンジの上で回って出ていまっす。こっち見ろ。こっち見ろ。せめて見ろ。まだ見る。すいません。何？あの、炭火の上だとどうなの？もうええって、もうやめてよ。もうやだよ、もうやだやだやだ。炭火の上だとどうなの？やだ、もう絶対や。何撮るんだよ、お前。何このさ、二個体制。やるときやるっつって。そうだそうだ。俺、もう何かしら間違いない。自分のせいになった。この絶対ミスるよ、ね、うん、それは悪かった。すいません。題名か。題名。小鳥。やります。やります。ズルルイン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 。ドゥドゥドゥン。ズルルイン。ズルルイン。ズルルイン。ドゥン。めちゃ。熱い炭火の中でチョンボしています。チョンボ、ダメだ、絶対しない、逃げた、絶対。あ、これ、いやー、じゃあサブで使えないわ。はいよ、おかしい。あれ、お前髪の毛なんかてっぺんと後ろ違うんだ。あー、撮ってた、撮ってた。あ、そうなの。そう、黒とね、緑で分けたんですよ。ね。それは何？美容師と美容師がこう、交換したの。何これ何これ美容師が。何それ何それチェンジしたの、チェンジ。あ、チェンジしてない。そう、全部証券さん。全部、証券さん。
で、何コンビニ行かすんでしょ、俺を。何食いたいんですか。京平のお母さんが作ったカレー。実家行かんの、今だ。遠いよ、めちゃくちゃ。お、ウーバーイーツで。ウーバーイーツ、ねえよ、そんなの。うちのママの飯。ねえよ、そんなの。ウーバーイーツ。ママは時入れるの。ママ、西田が。美味しいんだ。めちゃくちゃ美味しい。他の肉手方やっぱ家庭の味じゃん。ああやっぱ何が違うんですかね。そのやっぱふるさとの味、これこそが調味料マッチしてる。やっぱもう独特のね。独特ではないけど別に、オリジナル性あふれる肉手方、うん、独特だよ、さんがまずっこい、うん、で何食いたいんですか。もう腹減ったの俺。これちょっとこんなね会話する時間ないの俺さ。腹減ったし、俺さ、高校の頃から思ってたんだけど、ピザって、なんだろうって。ピザ、うん、で、俺、その時に、高校で、なんかクラスでその話題になって、いや、俺は、パンだと思うけどね、って言ったんですよ。パン。生地がパンっぽいし、パンの上にチーズ乗せて焼いただけだろう、みたいな、俺言ったんですよ。そしたら、お前、それないだろう って言われた。何その話。何その話って言われた。クソほど思んないけど、何その話。言われたんだけど、そんな話すんならしなくていいからですよ。どう行かせろ早く。いやいやいや、お前はどう。いや、パンじゃないでしょ。パンでしょ。パンじゃないでしょ。なんでだって、あんなもん、だって生地ないじゃん、パン。まあ耳にあるけどね。おー、なんでだよ。なんで飽きんじゃない。ちょっとママに感謝したことちょうだい。ママに、なんで。え、感謝ないの。いや、まあありますよ、それは。ありますけど、今は違うじゃん。だってコンビニ行くだけだよ、俺は。ただ単純に。何を食いたいかって聞いてんの。はい。そこ、ママの根本的にそこ、まず。話をそらさないで、そこ。え、ママの。コンビニ行くから何が欲しいって言う。そこ。ママの手料理何が一番好きなんだっけ。ママの手料理、気にしない。それを踏まえて、ちょっとママに、あの、産んでくれてありがとうから。ああ、ね。見てるでしょうか。だいたい16キロぐらいかな。今ここからね、16キロからちょっと、まあ、うちのじゃあね、ママ、親愛なのママね、ほんと、結構難産だったらしいんだよね、俺を産むのに。ほんとによくよくぞ我慢して産んでくれました、こんな俺をね。で、ここまでしてくれて本当に感謝してます。まあこんなね、頭おかしくなっちゃったけどね。まあそれでもね、元気にやってました、ママ。キムチ鍋めちゃくちゃ美味しいです。また帰るからね、その時ね、いっぱい話そうね、ママね。ピザ来た行く人ねえんだよ。ピザでーす。じゃあいいな。めちゃめちゃ買ってるやん。じゃあ俺聞かなくていいな。お前らこういう何食いたいか。俺行くからコンビニじゃん。いや、まあ、みんなでピザ食おう。食べようみたいな。だから俺はいらないんだよ。食べよう。俺はいらないの。本当に。俺チーズダメなの。マジで。じゃあ匂いだけ嗅いでもらおう。マジで。あり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 。匂いよ。俺知ってるよな。チーズ無理なの。なんでやってる一緒に。なんで食堂する。違うさのね、たくやすい。まあこんな感じ。うおー、うまそう。はい、匂いよ。やだ、やだ。くさ、これ。くさい。やって、ちょっと近い近い近い。もういい、もう終わった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 。匂い終わった。うぅぅぅぅ。誰だよ。誰だ。全部タイミングやばい。誰だよ。おなぶたかよ。何してんの、何してんの、何してんの、お前。なんで今かけてくるの、電話。おかしい、タイミングおかしいだろ。何してんの、お前。え、ごぼさん。何今日ちょっと、僕、お前に行きますね。来んな、来んな、お前。なんで。いきなり何、いきなり何。いやいや待って。ねえ、あの恭平にコンビニ行くんだけど、恭平に何買ってきてほしい。じゃあ恭平さんにプチトマトお願いします。
いらねえだろ天才かな